おはようございます。今起きました。で、頭が回ってない。今日はですね、昨日の夜から家族で一泊旅行に来ていて、今日は2日目なんですけど、今から朝の準備をしていこうと思います。顔洗って、すみません、顔もまだ洗ってないんですけど、メイクしてヘアセットをしていこうと思います。はい、ゲットレディウィズミーですね。はい、こんなもうリアルな感じで、はい、お届けしていきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。まずは洗顔です。洗顔、いつもの前髪トネイルで留めて、最近はゴムでしまってます。すみません、こんな感じでゆるくやっていきます。今日私が旅行先に持ってきたのがカバーマークのミネラルウォッシュです。これをいつも持ってきますね。はい、あ、違う、あ、何やってんだろう。私顔を濡らしてからやらなきゃいけないのに、なんかちょっとボケてますね。あ、先に手に洗顔のせちゃった。ちょっと片手でちょっと顔濡らします。あ、なんでこんなことしちゃったんだ。泡立てるネットも持ってこないっていうね。これを今日はもうそのまま。これまた間違えちゃいました。一番最初に歯磨きしてます。なんか今日はなんか勢い余って顔洗っちゃったんですけど、あー、なんか順番がちょっと、とりあえずでもあのスキンケアをしてから歯を磨こうと思います。はい、もう失敗ばっかりで。今日持ってきた化粧水と美容液などはカバーマークです。カバーマークのセルアドバンスとローションとセラムです。荷物をすごく軽くしたいなっていう日はこれを持ってくることが多いです。なんかもう今日はアイクリームとかも全然持ってきてないですね。何にも、もう本当にこれだけで。今日も夜帰るので、その夜にちゃんとスペシャルケアをケアを行うようにします。ちっちゃいゴミみたいなの気になるちょっとジャリジャリするんですよね。歯磨きしてます。はい、ではメイクをしていきます。まず日焼け止めですね。試供品なんですけど、ランコムのアプソリュプレシャスセル UV です。で、日焼け止めと、下地が一緒になったものですね。これをのせていきます。まだ寝てる私。ここからはゆるゆるとなんか雑談交えながらお伝えしていこうかなと思うんですけど、今日は8時半から朝ごはんなので、今6時半なんですけど、そんなにあの時間いらないんですけど、普段は撮影して何が起こるかわからないので、ちょっと早起きをしました。早起きって言っても6時半は普通ですね。そう、なんかもう目が覚めちゃうんですよね。年かな、やっぱり。今日はなんかコスメも結構私頑張ったと思う。だいぶ軽くしてきました。いつもだったらもっとこの倍はないんですけど、もう少し多いんですけど、今日は少ないんです。これでも私ブラシも4本だけ。いつもだったら7本ぐらい持っていくんですけど、今日は頑張ってます。で、次はファンデーションです。ポーラ BA クリーミーファンデーション LP1 のカラーですね。チューブタイプはすごく楽です。持ち運びに、やっぱり瓶だと持ち運ぶの怖いなっていうか、重くなっちゃったりとかするので。ちなみにこれちょっとあまり良くないです。これは推奨できないんですけど、3年目ですね。夏で、3年目の夏で、本来だったら化粧品は使い始めたらもう1年でね、賞味期限っていうから、期限は本当は1年ぐらいなんですけど、本当はもう買い替えた方がいいと思うんですけど、使っちゃう。だって高いもん。使う。これ4年目まではさすがにちょっとと思うんですけど、今年の春夏で使い終わりたいなって思います。ちょっとしか使わないからね、なくならないっていうのもあるんですけど、やっぱりあのベースメイクまでがスキンケアだと思ってるので、本来ならもうメイクも全部スキンケアでいきたいなって思うぐらいなんですけど、なるべく美容成分がしっかり入ったもの、3年目も使ってる私が言うのもなんですけど、はい、ではスポンジでなじませます。
はい、では次にダイソーのユーアーグラムハイライトコンシーラー BR 違う、ちょっと待ってね目がかすんじゃって BE1 番を使います。これいいです。うん、でもですね、なんか乾いてるからちょっと出したいなと思ってここ回すんですけど、なかなか出てこないんですよね。で、もう出ないなと思ってこうカチカチカチってやってるとバッて出るんですよ。バッて今もちょっとカチカチってやったんですけど出てこないんですよね。でもちょっと時間置いた方がいいかもしれない。なんだろうな、ちょっとずつ、あ、もうバッてくるよ、予感がする。私してね、いいかな、これこれね、すごく軽いので今回旅行に持ってきたんですけど、ただちょっとだけ成分が気になりますね。ちょっとだけ気になってます。なんか美容成分が入ってくれてるかね、100円だから、うん、あ、難しいとこですね。できれば目元に塗るものなので、あの美容成分が入ったものがいいなって思うんですけど、これはすごく使い心地優秀だなって思いました。では次に、あー、ちょっとこれも、あー、文字が消えかかってるから、これから紹介するときに、あの、どうしようかな。カバーマークのフローレスフィット FR10 番で、これです。このシンボルシミを隠していきます。すいません、あの照明がないのでなんかうまく綺麗に映ってないかもしれないですね。色味が気になる。私こんな感じで一番目立つシミをまず隠して、ちょっとその周りもぼかして、こっち側にそのまま行きまして、でここも行きまして、でここですね。よくメガネ跡って聞かれるここの黒い部分も最近はこれで隠すようになりました。で全体になじませたらまた戻ってきます。本当にちょっとでしっかり伸びてくれるので、まずはいろんなところに置いて、その後ブラシに あまりつかなくなったらいろんなところを伸ばしていくっていう感じですね、うん、それでもちょっと多い時があるから一旦ティッシュで拭き取ってからまた伸ばすこともあります。はい、次はパウダーです。これエトゥセの、すいません、ちょっと書いてなくて、エトゥセの前にお気に入りで紹介したパウダーですね。スキンケアパウダーだったかな。すごく軽いので旅行にもいいですね。これをね、視聴者様からいただいたんですけど、ありがとうございます。うん、香りもいいですね、これね。今日は犬山に来てるんですけど、全然あのどっかに観光に行ったっていうよりかは、ホテルでね、コクンの両親とあとおばあさんがゆっくりしてくれたらいいなと思って旅館に来たんですよね。なので昨日の夜お食事いただいたんですけど、すっごく美味しかったです。ここの旅館なんですけど、そう、ここの旅館すごく良かった。あとあの両親の部屋はバリアフリーの部屋なんですけど、そこもすごく良くて、お風呂場も広いし、お手洗いも広く作ってあったので、それすごくいいなと思いました。では次はアイブロウです。ダイソーのユーアーグラムですね。 BR4 番。そう、あの動画内でもね、あのこの間紹介して、あ、貼っておきます。だから旅館で来ないのならなんですけど貼っておきます。これすっごい描きやすいんですよね。ほんとこの赤みブラウンはいいですね。使いやすい。すごいこれ気に入ってます。どうかしら。では次もユーアーグラム持ってきました。そう、軽くてね、すごくいいんですよね、これ。アイブロウパウダー BR2 番です。本当に気に入ったんだねみたいな感じですよね。本当に気に入ったんです。そうで、このブラシも使いやすいので今日はこれを使っていきます。真ん中のカラーを取ります。これすごい使いやすいです。そしてなんと全部ユーアーグラムでいっちゃう。そう、これは、あー、ここ、あ、ちっちゃい。ちょっとなんか今日目が合わないんですよね。目が合わない。違う、焦点が。アイブロウマスカラ、BR3 番。はい、使います。これは、絶対じゃないんですけど、色も使いやすいカラーだし、軽いので持ってきました。でも、若干このブラシの部分が、ちょっと硬いような気がします。あの、全然問題ないんですけど、使うのには。ちょっとこう乗せた時に、うん、硬いかもって思いますね。どうかな。すごい眉毛だけ凛々しくなっちゃったかな。はい、では、アイメイクいきます。
アイメイク今日持ってきたのは、これもちょっと軽量化を意識しました。キャンメイクのウインクグローアイズ01番と05番です。これはもう指で伸ばせるし、ツヤ感も綺麗だし、フィット感もちゃんとあるし、軽いので、はい、これはおすすめです。まずは05番、簡単。やっぱりブラシを持ってこなくていいので、旅行にはいいですね。あのブラシなしでつけられるアイシャドウは、コスメデコルテのアイブロウジェムとかもすごく楽ですね。軽いし、あんまりちょっと色味が分かりづらいですね。すいません、照明が。はい、では01番、絶対これ重ねなきゃいけないってことはないんですけど、ちょっとこう重ねた方が目元に締まりが出るっていうか、深みが出るっていうか、深みって本当なんかコーヒーみたいなこと言っちゃいますけど、ちょっと深みが出るんですよね。主張するような濃い色が出るわけじゃないんですけど、やっぱりこの05番だけよりも01番を重ねた方が目元に、そう、コクと深みが出るんですよ、この目元に。で、もうこれで終了でもいいんだろうなと思うんですけど、私は今日フーミーも持ってきました。フーミーのマルチライナー、ピンクパールとブラウンパールです。これは付録に入ってたのなんですけど、本当に気に入っていて、これは使う頻度が多いです。ではまずはピンクパールのせます。もうこれ本当に商品化してほしいです。私これも描きやすいし、落ちづらいし、色も使いやすい可愛いカラーなので。で、次にブラウンパールをこの目尻側ですね、3分の1ぐらい乗せます。で、今日はアイラインのようにちょっと入れます。アイラインって言っていいのかな、アイシャドウを細めに入れる感じですかね。これをするとまたね、目元が引き締まるんですよね。私の目は特にぼやっとしがちなので、私はやっぱり引き締めちゃいますね。目元ぼかします、指で。目元がね、キュッとキュッとなりますね。目が起きましたみたいな、そう、さっきまですっごい眠たそうだった目がパチッとなります。では次にキャンメイクのクリーミータッチライナー02番、本当に描きやすい、すっごい描きやすい。これただこれはね、まだちょっと研究が必要ですね。少し落ちるような気もしないでもないんですけど、今日もこれを使っていきます。いやー、これ本当にスルスルでびっくりしました。手に本当に力を入れなくても、手っていうか指ですね、もしかしたら粘膜に入れなければ落ちないのかもしれないなと思いながら粘膜に入れちゃうんですけど、多分私のこの目の形状だと思うんですよ。粘膜に入れるとこう下につきやすい目なのかなと思って、ビューラーをしていきます。では次にキャンメイクのクイックラッシュカラーをのせます。ちょっとまたまつげパーマに行きたいんですよね。なんか本当に最近行けてなくて、高島屋にもね、ちょっといろいろ欲しいものがあるので行きたいんですけど、ずっと行けてないですね。はい、では乾かしてる間にカバーマークのライトアップパウダー01番を眉下と目の下乗せていきます。ちょっとティッシュで拭き取って、ダイソーのユアグラムの、アイブロウパウダー PR2 番をこの下のカラーを取って、ちょっとノーズシャドウ入れます。はい、本当にちょっとだけです。もう私が見てもあんまり分かんないぐらいなんですけど。で、チークです。いつも使っているコフレドールスマイルアップチークスの、これは EX04 番モーブピンクね。本当に気に入ってるんでしょうねっていう感じですよね、これ。そう、気に入ってるんですよ、これ。目をのせます。ちょっとチークの色味全然わからないですね。上手にお伝えできなくて、特にこれ薄付きなので全然わかんないかもしれない。はい、ちょっと、あ、私リップ塗り忘れてますね。リップロコベースリップエアリップクリーム、これはメルティリップですかね、クリームリップメスレータムのよりもちょっと固めで、
夏良さそうですね。これだったら溶けないかもしれない。うん、しっかり保湿もしてくれるし、まだ使い始めなんですけど良さそうだなって思ってます。ではマスカラいきます。クリニークのラッシュパワーマスカラ持ってきました。これもね、小さくて軽いのでお気に入りのマスカラですね。完成が近いですね。リップは今から食事に行くので何も塗らなくてもいいなと思って、ちょっとロコベースだけでこれ気になる、はい、ロコベースだけでいいかなって思います。はい、では最後ですね、エルフのハイライトをのせます。これもね、すごく軽いからめっちゃ運びいいですね。とさっきのティッシュで落としてからのせます。はい、ちょっと唇の色悪いんですけど、これでメイク完成です。はい、では今から髪の毛やります。こんな感じで仕上がりました。はい、ということでこんな感じで、ちょっと見づらいんですけど、ちょっと涼しそうなグリーンのトップスです。では今から朝ごはんを食べに行ってきます。はい、今日はね、もうあと帰るだけなんですけど、ゆっくり楽しみたいなって思います。はい、ということで今日は私のゲットレディウィズミーを紹介しました。紹介ゲットレディウィズミーでした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ごめんね、待ってもらっちゃって。